小池さんはすごいですね。切っても切っても動いてる。ミミズ女、変態です。はい。隠れたテクニック。小池さんの魔女のテクニック、魔女テク5つ。1つ目。クラリティの天才。まあ日本語ではレンジと言いますが、まあ言葉はいいんですよ。つまりね、このクラリティというのは、耳に残るフレーズを使うということ。で、しかも、これは3回使う。3回ポンポンポンと。なんかスピーチの絶対条件なんですよ。例えばね、コロナ のステイホームの時に、小池さんがこう言ってましたね。皆さんのために、ご家族のために、ご自身のためにと。このために、ために、ために。これは3回繰り返して耳に残ると。で、今回の公約でも、この耳に残るフレーズと使ってるんですね。safety city, diversity, smart city. この city, city, city. で、こういうね、この3回繰り返すというテクニック。非常に巧みです。まあ、英語の場合だとね、これもっと使うんですよ。リンカーンのゲティスバーグアドレス。有名ですよね。人民の人民による人民のための政治。government of the people, by the people, for the people. ってこと言われるとね、我々人民のための政治なんだなっていうふうにこう大衆は思うんですよ。小池さんね、これ耳に残るようにこう上手に言うんだね。で、まあこんなのね、小池さんだけじゃないじゃないっていう反論。はい、魔女テク2つ目、スポンティニアス。自然さとか自然な語りですね。まあ蓮舫さんも、石丸さんも、まあ、多忙神さんもね、あるいはドクター中松先生もう96歳ね、みんな OK なんですよ。あ、やっぱり上手ですよ、みんなね。ただね、スピーチ感っていうかな、演説集、こう演説臭いというね、そういうこうレベルからね、脱却できてないんですね。で、特には蓮舫さんはね、こうなんかもう小学生のプレゼンテーションみたいなんだよね。申し訳ないけど、心にねグッと来ないわけで、この耳に残るフレーズを小池さんは巧みにこう3回繰り返して、これ慣れてるんですね。スポンティニアス、こう自然にこう語ってると。だから聞いてる人はね、もう内容なくても、中身がなくても安心できるんですよ。で、つまり任せられる。まあ、私スピーチ演説研究、まあ、40年超えましたけども、小池さんのこのスピーチというのはね、おしゃべりと、演説のね中間あたりをこううまいこう頃合いのいいバランスなんですよね。はい、スポンティニアス、自然な語りががっちりできる小池さん、これが魔女テクの2つ目。次、魔女テク3つ目、静かな凄み。まあ、学歴詐称はねひどいですね。真っ黒じゃないですか、ね、黒に近いんじゃないですか、黒。まあ、歴史に残る三大悪女、北条政子、日野富子、淀君、まあ、チャチャですね。もうこの3人以上じゃないかな。まあ、小池さん残虐で、まあ、人の切り方、切り捨て方。でも話戻して、まあ、学歴詐称はもう完全に追い込まれてるわけですよ。まあ、ほぼ KO、タイのボクサーかなんかでね、もう打たれて、あ、もうダウンだーとこうダウンして、また起きてニヤリとすると、打たれれば打たれるほどニヤッとしてね、だから不気味なんだよね、ミミズ女、ミミズボクサーで。この学歴詐称に関しても、もう顔色一つ変えず、これはね謎ですね。キャスター時代、英語ではアンカーマンと言いますが、こう現場で鍛え抜かれたんでしょうね。カイロ大学発表の通りでございますと、こうつらーっとこう無表情で言葉を返す、この静かな凄みというのはね、小池さんならではですよ。例えば私、小池さんが、まあ、新聞記者だとしてね、質問すると、記者会見でね、で、まあ、日本の三大悪女というのがいますが、小池さんは四大悪女と言われてますがと、例えばね、こうインタビューしたら、小池さんどう返してくるかと。おそらくね、あら、まあ光栄ですわとニコッとしてね、言葉返してくると思うんですよね。これがね、強さ。
凄み、静かな凄みですよ。まあ、例えば蓮舫さんだったら、蓮舫さんね、発音なんか難しいね、蓮舫さんね、おそらくね、四大悪女と言われてますかって言ったら、眉間にシワを寄せてね、おらーってあなた失礼じゃないの、どこの新聞社なんてね、言ってきそうな、まあ、感じがしますよ。はい、魔女テク4つ目、ロジックのごまかし。まあこれもいっぱいあるんですが、もう典型例はね、築地豊洲の移転ってあったじゃないですか、安全安心、という言葉を使って、お客さんは感情エモーションを使うのがね、もううまいというか天才ですね。もう魔女ですよ。安全であっても安心でなければ食はダメなんです。まあ、こんな風に言ってましたよね。でこれ小路さんもね、ごまかされちゃったんだね。あ、安全であっても安心はできなければ、やっぱり口の中に入れる食べ物ダメだよなって思っちゃいましたよ。でよく考えたらね、安全っていうことはつまり安心できるわけでしょ。ほぼ同意語じゃないですか。よく、安全で安心な食べ物ってこう使うでしょ。で小池さんここをね、うまく安全という言葉と安心という言葉を別物だっていうふうにこうね、エモーショナルに訴えるということを、これまあおそらく計画的にね、発言したんだと思いますよ。よくまあ、スピーチの、分類っていうのね、一般にまあその辺の本でもね3つ書いてありますね。一つがインフォメーション、情報、二つ目がエンタメ、エンターテインメント、まあ笑いですよね。そして説得、プレスウェイドと。で実はね、分類は4つなんですよ。もう1個あるの。もう1つがアクチュエイト、行動に訴えるということね。だからぶっちゃけ4つですよ。情報とエンタメと説得と行動で、選挙っていうのはね、まあ、選挙っていうのはまた選挙のプロじゃないけれども、まあ、セミプロね、説得をすると、ああなるほど、この政治家はこういう考えをしてるんだ、なるほどってね、ここで止まっちゃダメなんだよ。例えばですよ、例えば小路さんが出馬して、あ、小路さん素晴らしいな、なるほどと思って、そして選挙では小路さんに投票しないということあるわけだから、アクチュエイト、行動してもらわないと、一票を実際に選挙に足を運んで投票して名前を書いてもらわなきゃいけないわけですよ。これはね、ロジックだけじゃダメ、もう理屈だけじゃダメで、エモーション、感情なんですよ。感情に訴えるってこう技がね、もう絶対的に必要なんです。YouTube なんかで政治評論家と称する人たちがね、小池さんガン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 叩いてるでしょ。これはロジカルに叩いてるわけ。これこれこうだからダメ、あれこれこうだからダメ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 出しをしてるって聞いてる人はね、あ、小池さんはやっぱりこれダメなのかなと思うんですよ。でも投票所ではやっぱり小池さんかなと思っちゃう。そのマジックの根源はロジックをうまくごまかすということなんですね。まあ天才ですよ、魔女。はい、最後魔女テク5つ目、英語力ですね。まあね、これもね、ご家さん英語の専門家ではないのでね、もう 分類すればもういくらでもね例はあるんですが、もうざっくりいきますよ。ご家さんの英語は使っている人、これまで英語を使ってきた人の生きた言葉なんですよ。こんな風に言ってましたね。もう例えばね、What's going on in Tokyo? What's going on in Tokyo? このね、東京で今何が起きてるかっていう場面の、英語での、話なんだけどね、この What's going on in Tokyo? この on っていうのをこう長く伸ばす、この前置詞をね on じゃなくて on と、ここで長く伸ばすあたりっていうのは普段使ってないとできない。 What's going on in Tokyo?あるいは、まあ都庁の食堂の話かなんかしてるときに、The membership card you do have、ね、皆さんがお持ちのメンバーシップカード、The membership card you do have。 でこの do っていうのは、まあ、強調の do なんですが、こういう do をさらっと言えるあたり、The membership card you do have、 you have でもいいんですよ。それは you do have、 ポーンと入れるって、これはね、普段英語使ってなければね、こう出てこないような、こうもう何気ない言い方なんですよ。まあ、decent、ちゃんとした、まあ、decency という言葉いろいろ意味あるんですが、ちゃんとしたまともなスピーカー、
まともな人なんじゃないかなというこうね印象を与える英語なんですね。ね、あの石丸さん、石丸真二さんも大人気ですよね。でまあ東京に乗り込んでも私も東京都民なんで、いきなり東京来るなよと思いましたが、なんかすごい大人気なんですよ。でネット上では英語が素晴らしいとこうサムネイル出てくるんでちょっと聞いてみたんですね。何本か、全部じゃないですよ。でこの石丸さんという人ね、英語はねごめんなさいファンの方、めちゃくちゃです。もうねあのこれ以上下はないってぐらい英語下手ですね。アメリカにいたらしいんですけど、あのまあヒラメ顔怒られるようカットしようかな。ヒラメ顔の人はね英語は下手ですよ大体ね40年見てるの分かります。顔見たらどれだけ英語うまいか、ね、小池さんの英語力。はい、以上マジョテク5つ。1つ目、クラリティ。2つ目、スポンテニアス、自然な語りね。3つ目、静かな凄み。4つ目、ロジックのごまかし。5つ目、英語力と。まあ小池さん、まあ、自民党ではなくて、まあ私政治の専門ではないですがね、野党の党首、これからね野党の党首になって日本の首相になったら日本どうなるかなってね。まあ小池さんならトランプさんとか習近平さんともやれるんじゃないかな。やれるっていうのはこうね対等にね。でこれだけ狡猾で魔女のような女性ですけど、まあ、だからこそ今のダメな日本を強い日本に変えてくれるかも。